チーームでボールを奪う、共有されたタイミングそしてショートカウンターマンチェスターシティ引いた守備で4141の状態基本システムとしては433ボールホルダーはワントップ脇にドリブル4141におけるワントップ脇はボールを運びやすいそういったことも分かった上で誘導する守備をかけていくパスコースを消しながら誘導していく。 隣接プレイヤーがアクションもなく意図もなく近づくことでさらに詰まった感じここから先はキープするしかない状況を作られる単独で奪いに行くことはなくチームでボールを限定していくチームで限定し苦し紛れのパスコースもしっかりとケアしている場当たり的に奪うのではなく計画的に奪うことでチーム全体のショートカウンターへの切り替えもスムーズとなるパスを引き出すデブライネ 正面の敵は必ず食いつくそれが分かった上でボールを引き出すジェズスパスを引き出しさらに正面の敵が食いつく2列目から追い越す動きのスターリング追い越す動きが食いつきスペース利用の動きとなるディフェンスは両方意識しなければいけない食いつきスペースも逆サイドもフリージェズスは個人技を使う隣接プレイヤーはオフサイドを意識しながらスペースを作り続ける鋭い切り返し 個人能力で敵を剥がしてシュート別の角度から4141のシティボールホルダーワントップ脇にドリブル4141のワントップ脇までボールを運ぶのはよくある動きそれを利用し中央に追い込む形を取るシティ奪えそうな距離感でも単独で奪いにはいかない。 チームでで追い込んで計画的に,奪,いに行く奪うタイミングも共有されショートカウンターへの切り替えもチーム全体でスムーズに移行するワントップジェズスがいち早く反応黄色デブライネも素早く反応しパスを引き出す敵が食いつき食いつきスペースにパスを出すスムーズにパスを引き出す共有されたショートカウンターのタイミング3対1の数的優位敵が食いつきその食いつきスペースをスターリングが狙う 両方見なければいけない守備逆サイドは大きくフリーディフェンスとしてはボールホルダーを外に追い込む守備をしたいここでジェズスは加速そして鋭い切り返しディフェンスを大きく引き離すチームで計画的に奪いショートカウンター最後は個人技奪われた直後すぐにプレスをかけショートカウンターシティーボールピンクフリーで攻撃 赤がボールホルダーの正面の敵の裏を狙う。狙いは決定的な裏へのボールだが、足元へのボールにも対応。ボールホルダーパスムーブ。そこに落とす。正面の敵は食いつき、食いつきスペース。ゴール前、必ず狙っておきたいところだが、今回赤は反応しなかった。ボールはクリアされ、エバートンボールとなる。少し戻してボールがクリアされる時の黄色デブライネ。 ボールがクリアされた時いち早く反応するでブライネただ反応するのではなくパスコースを消すイメージでプレスまずはパス封鎖でカウンター止めを積むステップを踏みながら決して抜かれないように奪いに行く奪えなくとも時間をかけさせることで味方のプレスバックさらなる味方のプレスバックとともにボールを奪いに行く攻撃時奪われた直後にプレッシャーをかけ 計画的ではないが奪ったなら味方の数も多く最前線でのショートカウンターとなる奪われた直後に奪い返すことで数的優位ボールホルダーそしてゴール前3人ゴール前はニアファーマイナスをかぶらずに配置したい一番前のオレンジが自由にニアを狙うそれに合わせて2番目ピンクがマイナス全体が見える赤が残りのファーを狙う ゴール前攻撃のセオリーニア・ファーマイナスをかぶらずに配置ボールを奪われた直後ディレイをかけてのショートカウンターマンチェスター・シティゴールキーパーボール2センターバック1ボランチから展開していく高い守備のエバートンハイブロックといった形ハイブロック状態の中インサイドハーフが顔出しフリーでパスを引き出しターン素早いターンでディフェンスに寄せられる前にパスを出す オレンジボール遅れるエバートンンの44ディフェンス。ボールホルダー素早くターンでフリーサイドから裏狙いのピンクピンクの押し上げでさらにフリーのオレンジマークが追いつき一旦ボールを落ち着かせるボールホルダーワントップ赤の顔出しそこにパスを出すオレンジパスムーブアクションすれば敵も動くスペースができるパスはこずとも味方を助ける動きとなる。 ディフェンスもそういったことを読んで仕掛けてくるエバートンボールボールホルダー大きくフリーこんな時自陣側で一番近いプレイヤーが判断するプレスのスイッチは入れずディレイを選択攻守切り替え周りの状況に合わせて限定の守備ボランチも両方見ながら無理には突っ込まない進路を限定しながらのパスカットカットしたボールは先ほどボールを奪われたジェズスへ反応よくトラップすぐにターン 隣接プレイヤーはすでにアクションを起こしている素早いアクションパスはこず切り替えるジェズスは個人能力でマークを剥がす個人技で剥がして大きくフリー気づいたスターリングゴール前準備ゴール前四角準備フォーデンも四角準備切り込むジェズス中央へパススターリングにパスが行くディフェンスは間に体を入れてくるタイミング見て食いつく隣接フォーデンアクション オレンジの一番の狙いはゴールへ直結する裏へのパス。フィニッシュを狙いながらも足元へのパスも想定しておく。パスは足元へ。ゴール前、ディフェンスは必ずボールとゴールの間に体を入れる。それを逆手に右に流すフォーデン。シュートコースを作り逆サイドに流し込む。たくさんのサッカー解説動画を公開中。チャンネル登録お願いします。